んばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月21日、安倍総理は総理大臣官邸で政府与党連絡会議に出席し、次のように述べました。本日はじめ2年半ぶりに日中韓サミットを開催いたしました。李克強首相とムン・ジェイン大統領とともに日中韓サミットの正式開催、北朝鮮問題について安保理決議の完全な履行につき一致するとともに、拉致問題について初めて共同声明に盛り込むことができました。その際、日韓首脳会談、日中首脳会談を行いました。特に李首相とは10年越しの課題であった対空連絡メカニズム、その運用開始で合意するなど新たなスタートを切った日中関係は関係改善に向けて勢いを増しています。日中平和友好条約締結40周年の記念レセプションに共に出席し、さらに北海道へも同行し、胸襟を開いて日中の将来について語り合うことが、今後李首相から招待になった私の年内訪中、その後の習近平主席の訪日の実践に向け尽力してまいります。この週末、福島県いわき市で第100回太平洋島サミットを開催しました。太平洋島しょ国との間で気候変動や海上保安などの分野で人材育成を進めるなど協力強化で合意するとともに、北朝鮮問題について安保理決議に従った取り組みを加速させていくことで一致します。歴史的な米朝首脳会談を、北朝鮮をめぐる核ミサイル、そして最重要課題である拉致問題の包括的な解決に向けた前進の機会とするため、まずは6月のカナダでの G7 サミットの機会を活用し、日本の考えをしっかりトランプ大統領に伝えながら米国と共に準備を進めて。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。5月26日に北朝鮮の金正恩委員長と韓国の文在寅大統領は今年2回目にあたる南北首脳会談を持ちました。で、今回は板門店パンムンジョムの北側にある統一閣というところで、開催されたわけでありますが、4月27日に1回目の首脳会談が持たれてから、1ヶ月も経たないうちに2回目の首脳会談が実現するということで、これは大変、
南北関係にとっても意味のある意味の大きい首脳会談であったと言っていいかと思いますが、それは今回の首脳会談の性格が前回あるいは前回までの3回の首脳会談とは全く異なるということにあるからであります。ムン・ジェイン大統領は今回の会談を友達の間の平凡な日常のようなそういう形で成立した会談なんだというふうに表現をいたしました。まさにそういう平凡な日常という言い方がベストかと思いますが、非常に重大な問題、南北間の重大な問題について、新たな合意というものを作り、それを共同宣言の形で発表するという、そういう非常に重い首脳会談とは、今回の首脳会談は全く異なっているということでありまして、大事なことは合意を作ることよりも、むしろ協議そのものを行うということに、意味のある会談として、今回の5月26日の南北首脳会談は開催されたというわけでありまして、それはいわば実務的な首脳会談と言っていいかと思います。特に何か大きな成果が生まれなくてもですね、協議そのものに意味があるという、実務的な会談であったと言っていいと思いますし、それが今回初めて、開催されたということは、今後もこういう形で、必要な時にはですね、南北が直接首脳があって協議をするということが可能になったという点で、その点で非常に意味のある首脳会談であったという評価ができる、だろうと思います。今回の首脳会談は、北朝鮮の金正恩委員長の要請によって、開催されました。それで、今の米朝関係の前進に向けての、韓国のいわば仲介のような努力、仲介のような役割を期待したんじゃないかという見方がたくさんありますが、おそらくそれは違うと言っていいと思います。金正恩委員長の目から見た場合に、韓国は米朝関係を進める上で非常に重大な役割を果たすというふうには考えていないと言い換えてありまして、実際、そこまで、ムン・ジェイン大統領に協力があるわけでもない。今回、5月24日にトランプ大統領は一度6月12日の予定されている米朝首脳会談を中止すると取り消すという決定を金正恩委員長に手紙の形で伝えるということをしましたが、その決定の前にトランプ大統領はムン・ジェイン大統領にそれを知らせたわけでもありませんし、ましてや相談したわけでもないわけですから、韓国に大きな影響力がないということはもちろん、金正恩委員長はよく理解しているということでありますので、やはり今回の首脳会談を開催しようという目的は南北関係という点にあったと考えられると思います。実は6月13日に韓国では統一地方選挙が実施されますが、この統一地方選挙で、与党の共に民主党と共に民主党という与党が圧倒的に勝つという勝利することがムン・ジェイン大統領にとって非常に望ましいわけですが、それは同時に、金正恩委員長にとっても望ましい。それはなぜかと言いますと、6月13日の統一地方選挙の結果によって、政界再編が起こると考えられております。すなわち現在国会の勢力を見ますと、与党は過半数に、30
ぐらい足らないわけでありますが、まあ、それが、この統一地方選挙の結果によってですね、野党にいる、まあ、かつての民主党の議員たちがまた与党に戻るということが考えられる、まあ、そして過半数が実現するということが考えられますが、それがあって初めて今後南北の経済交流あるいは韓国の経済支援というものが可能になると、すなわち国会で予算がちゃんと通るようになるということを考えますと、6月13日の選挙で与党が勝利することは韓国のみならず北朝鮮にとっても利益である、すなわち共通利益であるということですから、それを実現させるために今回2回目の首脳会談が持たれたと、そう考えていいかと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。水色の街をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北
北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんのお姉さん斉藤文雄さんからのメッセージです。このメッセージは2018年2月に収録したものです。それではお聞きください。松木薫へ。北朝鮮で暮らしている薫、寒いところと聞いています。文姉ちゃんと書かせてもらいます。薫がよく声をかけてくれてましたので、風邪をひいていませんか。今年文姉ちゃんも73歳になります。体も弱ってまいりました。薫が拉致されて45年、長い年月です。今は若い時の薫しか目に浮かんできません。北九州の八幡では薫を姉さんがおんぶして遊んだ頃を思い出します。北九州新八幡駅前にお家を新築中の時、お父さん松木薫が病気になり入院中、お父さん松木、お母さん松木すなよは父の看病のため留守で家に帰れませんでした。その時台風が来て、またまだ出来上がっていない土間に兄弟4人体を寄せ合い、薫は姉さんがしっかり大丈夫だ大丈夫と言っていたら、家が上にふわっとなくなり、私たちは怪我一つなく抱き合っていましたら、消防隊に助け出され、家の前のビル1階に運ばれ、もう大丈夫だよと言ってくださり、おにぎりをいただいたのをお姉さんは覚えています。カオルは小さかったので覚えていないと思います。私たち兄弟は消防の方に命をいただいたのです。この命、日本に帰ってきて皆様に元気な姿を見ていただくのが姉さんの希望です。また会いたいという夢を叶えることです。今は夢でも絶対叶います。もう少ししたらまた桜の花の季節が来ます。毎年桜は咲いてくれています。カオルさん、日本の桜を見てくださいと桜が言ってくださっているように姉さんも感じます。お父さんの話も聞きたいでしょ。カオルが生まれてきた時の喜びを時々公園で話したことがあります。カオルは可愛くって笑顔はもっと可愛いです。フミ姉さん、テル姉さん、ノリコ姉さん、カオルは私たちの宝物ですよねと言ってました。また神様の贈り物ねと言って可愛がりました。お父さんの喜ぶ顔、カオル分かりますよね。カオルもお父さん、お母さん、家族は宝物だと思っているでしょ。もう少しです。頑張れとは言いたくありませんが、元気でいることが大事です。日本政府はカオルたちを絶対見捨てることはないと姉さんは信じています。願いは叶います。カオルが帰国できたらたくさんお話をして、あなたの世話をして人生を全うしたいです。そうでなければ、2014年1月11日母スナヨは92歳までカオルの帰りを待っていましたが、父マスオのところに行きました。息を引き取った前、母の耳元でお父さんのところに行ったら、二人で天からカオルを見つけて日本に帰れるようにしてくださいとお願いしましたよ。涙を流しながら、私主人のりこの顔をじっと見て目を閉じました。いつかはこの日が来ることはカオルも覚悟して聞いてくれると思います。92歳まで待っていたのですから、今日は熊本のふみ姉ちゃんの家で信弘と一緒にカオルに語ろうと来ています。信弘の子供幸之助ちゃんも可愛くなって保育園に通っています。ふみ姉ちゃんはカオルに会えるまでは死にません。必ず助けるという覚悟で生きていますので、これから春夏が来ます。その頃会えるといいですね。待っています。大事な大事なカオル、父母の分あなたを
守りたいと思います。会える日を思い浮かべながら今夜もいい夢を見たいと思います。諦めずに元気でいてください。待っています。カオルへ、フミネより。松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 81-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz 夜11時30分からは周波数 9450kHz 深夜1時からは周波数 7335kHz
深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。